ちゃんです。いつも変な声でごめんなさい。すみません。今回は2023年の夏アニメの中で私が好きになりそうな、私のセンサーが反応しちゃったアニメを紹介させていただきます。ねえ、もうスキップとローファーや僕やばも終わっちゃいましたし、山田999も終わっちゃうので寂しいんだけど、でもね、夏アニメもキュンキュンしちゃうアニメに出会えそうですよ。特に私が期待しているのはこの5つです。夢見る男子は現実主義者、好きな子がメガネを忘れた、うちの会社の小さい先輩の話、テンプル、白聖女と黒牧師です。うちの会社の小さい先輩はもう7月1日から放送されるみたいですよ。早いですよね。嬉しい。毎回さ、ワンクールが終わると1週間くらいさ、間が空くパターン多いじゃん。今回はね、すぐ始まるよ。嬉しい。でさ、私さ、実はさ、毎回事前情報をできるだけ見ずにアニメを見ることに挑戦してるんですよ。 Twitter とか PV とか見ずに番組ホームページのみチェックするって感じで、情報を少なくして1話を見て自分がどう感じるか、どう感じちゃうかなどなど、自分の感覚を大切にしたいと思っています。うちの会社の小さい先輩は、先輩のキャラデザインが私好みということと、ラブコメ系、社会人ラブコメ系、この2つ事前情報、この2つのみです。2つだけで1話に臨みたいと思っています。社会人ラブコメは氷属性男子やオタ恋とかが好きだったので、同じくらい期待したいと思っています。小さい先輩は沼アニメーション枠ですね。僕やばの後に放送されるのかと思います。そして夏アニメの私的ツートップは、夢見る男子は現実主義者と、好きな子がメガネを忘れたです。この2つかなり期待してます。同じく事前情報は番組ホームページのみで判断しています。あ、そうだ、私ね、声優さんももちろん大リスペクトしていますが、あえてそのキャラクターに入り込んで、そのキャラクターが喋っていると思ってアニメを見てます。アニメを見ている途中で声優さんが、あの声優さんだって分かっちゃう時ってあるんですけど、いや、これは久保さんだ
これは久保さんだとかってね、自己暗示をかけながら見てますね。声優さんが分かっちゃったとしても、久保さんだ久保さんだと思って見てます。アニメ制作会社さんも同じくリスペクトしていますが、前にあの作品を作った会社だとかっていう先入観を入れずに、情報をあえて見ずに、あえて情報を入れずに、私の場合はアニメを見るようにしています。最終回が終わってから声優さんとか制作会社さんとか監督さんとかなどを見るようにしています。ですので、最初はキャラが可愛いな、好きだなとか、ラブコム系だとか、学園系だ、日常系だと思ったら、はーい、私見ますって感じです。あとはね、テンプルもラブコメ系かと思います。シチュエーションはお寺の中でお話が展開されていくようです。白聖女と黒牧師も同じくラブコメ系だと思います。こちらはね、教会の中のお話っぽいです。お寺と教会ですね。偶然にも重なっちゃいましたよね。不思議ですよね。さらに、ちょっと気になるアニメ5つ紹介させてください。できる猫は今日も憂鬱、ゾン100、ライアーライアー、バンドリ、フェーレンザイです。できる猫は、猫が完璧に家で家事をやってくれるけど、ご主人様はぐうたらなのかな的な雰囲気を感じました。面白そうです。ギャグ要素が多めだと思います。ゾン100はね、ゾンビのゾンみたいですね。ゾンビがたくさん出てきて怖そうなのかなって思ったけど、こちらもギャグ要素が多そうです。あとなんかあのバケットリスト的な感じもあるのかな、生きてる間にしておきたいことみたいなのもちょっと感じました。ライアーライアーはゲームをクリアしていく感じかな。考察要素もありそうですね。バンドリはもうあの安定の音楽系アニメですよね。あとはフェーレンザイ、フェーレンザイは中国のアニメですよね。少し前に番宣街ってアニメありましたよね。あの感じの空気感が近いかもです。この5つの中では、できる猫はね、リラックスしてゆったり見れそうですよね。春アニメも良かったですけど、ほんと夏も大変な日々になりそうです。睡眠時間との戦いですよね。皆さん大丈夫そうですか？見るアニメはもう決まってますか？
はい、それでは今回は以上になります。皆さん最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それではおやすみなさーい。